おはようございます。おはようございます。今お昼時ぐらいなんですよ、うんうん、でちょうどのびさんも今来まして、はい、僕ちょっと今日の朝ね、うん、ここら辺のフラフラしてたんですよ、はい、したらロイヤルホスト見つけたんですよ。おー、ロイヤルホスト。ロイヤルホスト行ったことないでしょ。いやいや、あるよ。え、ミッドナイト TV あるっしょ。普通言うないでしょ。え、ロイヤルホストってファミレスでしょ。ファミレスのロイヤルホストです。ほんまのなんかホストみたいなことじゃないの。ロイヤルホスト知らねえよ。そんなあんの、あんのかどうか知らんけど、なんかありそうな気がしてきたけどでかいなんかあのトラックになんかいっぱいホスト乗っかってるの多分見ますけど、あのちょっとロイヤルホスト行ってみたいんだよね。結構高いイメージあるのよ、ロイヤル。あー、ちょっと高級な。あ、そうね、ちょっと高級ファミレスみたいなとこあるじゃん。みたいなとこあるある。それであんまりなんか大学生とかの時も行くことがなくて、あ、結局ここまで来てんだよ俺。来ちゃったか。ロイヤルホスト行かず30年。あ、30なる前にじゃあ行っとかなの。だから、そうだよ、30歳になる前にちょっとロイヤルホスト。矢崎さんもそろそろ31歳になるから。あ、31歳になるまで。そうないよね。行ったことないでしょ。だって行ったことないよ。ないよ。行ったことないのかな。分かんない。いや、分からん。めっちゃ偏見で言ってるけど俺。行かなさそうだよね。ロイヤルホスト誰も行ってないと思ってるから俺。いやいやいや、めちゃくちゃ偏見。うまけりゃってことやろ。うまけりゃまた行く可能性もあるっていう。おー、なのでもう寝てんすよ。あなた寝てんだよ。行くか。何で起こそうとしてんだよ。おー、矢崎さん。あれ、いや、おる。あ、いる。うおー、どれどれ。うわ、いた。どこにおるか分かれんかね。腹は冷やすなっていう教えだけは守ってる寝方してるけど。矢崎さん、矢崎さん、うん、え、聞こえた今。矢崎さん腹減ったよね。矢崎さんってロイヤルホスト行ったことないでしょ。ないよって聞こえた。ないのかな。あんのかな。あるの。 あんのか。お腹空いてるよね。空いてない。何聞いても全部同じ変な声に聞こえるけど。なんでもええんかい。笑ってるで。笑ってるで。お昼ご飯の時間ですよ。いや、おはよう。正式に起きました。正式だねこれは。おー、完全に正式。え、ロイヤルホストいつ行ったんだって。まあ大学時代だ。てか社会人になってからも行ってよ。あ、そうなんだ。モーニングが暑いみたいな時期が一回あった。ああ、そういうロイホでモーニングを食ってから出勤するのがオツみたいな。オツ時期があった。そんなムーブメントあったか。あった。まあ言って10時だったからさ、前の会社の出勤時間が、はいはいはい、ちょうどだからモーニング食う時間ぐらいはあって、ちょっと早めに起きてオツめの仕事行くのオツだよ。そうそうそう。まあ、ロイホってちょっと高級。そう、うん、モーニング入ってた時期あったよ。でもなんか米だとかな。あ、米だね。あ、それの影響か。俺もう一個発見しちゃってさ、うん、俺五右衛門も行ったことないんだよね。え、パスタの食べるパスタ。マジ。え、何、ロイホ行ったことないっていう話。あ、ロイ、え、あ、そもそも、そう、あ、そう、俺ロイホ行ったことないのマジ。あ、ごめん、概要を説明せずに。全くそうだわ。ただ面白いだけだ。そんなやついいんだ。あんま期待すんなよ。おい、やめ。そうなの。あ、言ってファミレスだからね。まあまあ、まあね。あ、そりゃそうです。ですが、ですがではあるね。わかんない。行ったことないっていうのが、あ、まあそうだね。結構バイアスかかってた。ああ、まあだろうか。やっぱ品数すごいな、ファミレスって。うん、感動するわ、本当に。多かったな、悩んだな。ブランドメニューが分厚ければ分厚いほどテンション上がる。ああ、いいね、確かに。でも学生時代に来たのとはちょっとやっぱ違うわ。オニオングラタンスープとドリンクバーだけで。あ、もう粘る、めちゃくちゃ居座ってた。ファミレスはね。あ、注文してポテトぐらいだよね、やっぱファミレス。まあそうだね。ドリンクバーもありやったな。確かにドリンクバーありだな。コーヒーとか飲みたいね。ね、追加するわ、追加しよう。めっちゃ頼んでもらうな、テンション上がるよ。何飲む？俺なんか朝っぽいもん、何も。朝っぽい飲み物。冷たいものね、まず。俺、まあ好きそうなやつ。なるほど。ありがとう。ありがとう。あ、はい、本当に天才なんじゃないか。天才がいるぞ。多分こうだよね。はい、こうです。天才だ。何かです。カルピスです。さっきも飲んでたからな、なんだか。はい、事務所では。ありがとうございます。ん？野菜ジュースか。あ、野菜ジュースだった俺。俺オレンジだと思った。俺もオレンジだと思った。オレンジのなんかビタン酸って書いてたからおもろい。あ、ビタン酸だわ。うん、ビタン酸野菜ジュース。ビタン酸野菜ジュース。変なの。そんなことある。ちょっとだけ飲んでみてくんない。こっち、こっち側から。ビタン酸の野菜ジュースだよ。ビタン酸の野菜ジュースなんだけど、うん、甘くはないよね、だって、うん、朝にぴったりですわ。どこがやねん。でも色はね、バッチリだった、うん、色はバッチリだった、ね、色完璧だったね。そう、こういうこと、こういうことって思った。うわ、最近の見かけによらない話ある。うわ。いや、見かけによらない話。でも最近それこそあれですよ、うん、ウームの社員さんとかって機会が、ね、新卒1年目の女の子が同席してて、うん、うちの課のエースなんですよみたいな。
感じ紹介してすごいなんか仕事ができる人らしいんだけど、まあ普通になんていうのおしとやかな感じの日本の女性みたいな感じの大和なでしこね、大和なでしこ的な感じだったんですけど、私麻雀めちゃくちゃ好きなんですよ、しかもそのなんか麻雀のアプリの宣伝の仕事もしてますみたいなこと言ってて、いやそれモテるタイプね、いや確かにあれギャップでね、おたさあの姫感のあるナチュラルビッチだ、ナチュラルビッチだよね、みんな積み込んでくれるやろ、振り込んでくれるやろ、絶対麻雀それで好きになってたいけどね、女の子はみんなギャンブルやった方がいいと思うよ、あー麻雀ギャンブルじゃないんだけど、本当にかけてもいい、ほんにかけてもいい、かけてもいい、エビスさんやね、麻雀ギャンブルじゃないけどみんなギャンブルやった方がいいと思う、それだけで好感度上がる、めちゃくちゃ上がるね、アベマの西澤アナ上がる、はい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 、チャンスの時間とか、はいはいはい、ニューヨークの恋愛事情とかのアナウンサー、あの子がめちゃくちゃボートレース好きで、うわめっちゃいいじゃん、チャンスの時間呼んでくれるな、それを最高ギャンブラー、でもクズじゃないんだよね、最高ギャンブラー借金は背負わないもんね、いやそこの思い切りがね、思い切りなのかなクズって、いや思い切りでしょやっぱそこ越したら死ぬっていうところを越せる人だよ、なるほどね死を一回またいでそれやっぱ俺越せないんだよな、待ち時間もロイヤルですね、何やそれ、よし来たよでかーなあいつロープ切る用のやつやこれ、捕まって何スプーンなんだ、スプーンじゃないんだね、ロイヤルな人は、なるほど、うん、いただきます、いただきましょう俺はどちらかというとエビフライはどうしても食いたくて、あ、分かる、そう俺も分かる、エビフライうめえよな、エビフライって食うことあんまないからね、家で食えないから、私このまっすぐのエビフライって本当にいいじゃなくない、確かに、形よ、いやもう全部食べた、おうまい、ハンバーグ好きやな、うん、うまいよねロイヤル、うん、肉がジューシー、ライスとか頼んじゃうんだ、うん、偉いね、うん、この後家系ラーメン食いに行かなきゃいけない、そうなのよ、意味わかる結構すぐだよな、しかもそう、もう1時間後ぐらいに行かないね、はい、1時間後に家系食うやつがハンバーグ食うてんの長崎さんも行くことになってますから、あ、撮影、あら、僕は行かないんでね、まあ行ってもいいけどね怖い顔ギリギリまでみんながハンバーグ行くうまいな、しっかりうまい、うん、ファミレスのクオリティじゃない、やっぱちょっとワンランク上、うん、ロイヤルランクって感じですよ、本当になんかいわゆるさ、高いオムライス食ったことある、あ、ないか、オムライスないな、高いというかまあ、なんかめちゃくちゃいいオムライス、そうそうそう、あ、ないかな、よくテレビとかでよくて卵と私やわ、昆布の木みたいな、あ、そう、そんな感じで、いいの、行ってみたい、よくてそれ、おー、上割ってね、上割ってこう、パタってあるやつ、どこで食うんですか、これホテルのレストランとかもあるし、普通にいいじゃないか、うん、そういう店があると思うけどな、有名な洋食屋とかってあるし、オムライスが看板メニューになってるのもあるよね、うん、青山とかにあるんじゃない、青山で大観山とかにあるんじゃない大観山で青山の発音で言うの、大観高級シリーズやりたいな、高級&激安シリーズ、対局がいいからね、うん、最高、わお、うん、思ったより身厚くない、うん、めちゃくちゃ美味しそう、なんだろう、見た目より身厚いんだけど、すごい、口に入れた方がでかい、ほんまにほんまにね、思ったよりちっちゃいな、正直思ってたんだけど、初めてデカなるなんか、口に入れたらデカなったことあんだこういう気持ちなんかもな、女もエビフライ好きな女は舐めるのも好きだな、どういう方でなんてこと言ってんの誰が言ってる、全部一人でやったって俺が家でこんなんやったら悲しい、嫁に対して子供と、え、そんな感じじゃないの、いや、俺全然喋れへんマジで、それがマジで想像つかないよね、怖いんだよ、それがまた、ね、最近マリトナにハマってる嫁が、でもずっと8時とかや悲しいな、でもなんか楽しいでしょ、あれつけてる、なんかアシストみたいなやつ、あ、つけてない、あ、つけてないんだ、そう、アシストつけるって聞いたら、いや、それでは上手くなれへんやろ、お、分かってんな、アシストとかあるんだ、落ちないようにしてくれんのよ、へぇー、そこですか、ガーター、あの、立ってるみたいな、なるほど、ね、あ、そう、そんな感じ、そんな、マリカーにもアイサイトがついてるんだアイサイト、ピピピピピってなるいいな、ファミレス久しぶりに来たわ、うん、それがいいわ、家族は連れてこないかな、俺確かにな、マジでファミレスいいんじゃない、いや、良い方に、あー、ガストでええやろ、まあ確かにガキよね、ガキよね、ちょっと、あ、絶妙だね、そうなると高いファミレスってデートやったら理解してくれる、ロイホやったらデートのロイホ逆にダサいな、うん、だったらサイゼかガスト行けよって思う、脳がいいな、むしろね、ヨナさんがだから一番ちょうどいいと思う、あ、デートで、いろんな間を取ってきます昔大学生の時に地元の女の子となんかデート行くってなって、うん、ここの近くに美味しい和食屋あるから一緒に行こうよって言われて、うん、行ったら大戸屋だった、うわ、うん、うん、かわいいやね、大戸屋をチェーン店ってこと知らないって思うとテンション上がった、めっちゃ野菜嫌いな子供のやつじゃん
ザ野菜嫌いな子供なんですよ。根菜は太るしだって。ライス太るから食っといてだよ、ね、本当にエビフライ食っといてパセリなんか食わへんやろ。このパセリじゃないでしょそれ。ケールと、そっちはケールで、輝ケールのスケアイソバ。懐かしすぎる。よく覚えてたね、モテラシケール機能。なんかいっぱい書かされた気するな。ケールとアスパラじゃん、うまそうじゃん。うまそう。あ、どうぞ。お腹壊しそうとかだって。壊さないでしょ、野菜。野菜はだから体にないもんやから。本当に7年間言い続けてる。本当に一貫してるよな、それだけは。取り込んだらあかんねん。肉は体にあって肉は体にあるもんやから、そう、成分一緒やからほとんどね。分かり通ってないからね、この説は。一回もうなすいたことないのに、もうイコール太るからね。意味分かんないんだよ、本当に。果物は、果物もだからないものやから。一応リンゴで水分だけ補給するけど、あとは食わへんから俺は。水分として捉える果物。お待たせいたしました、キャラメルナッツブリュレパフェでございます。はい、美味しそう。こんなんだろうな。うまいんだよな、ブリュレって。そう、この表面のね、何を焼いてくれとんねん。甘い音がない。パリッと。全然今、親切に足をパサッて踏み入れたから親切だった。綺麗な粉雪でいいな。あ、粉雪だった今。うん、美味しそう。うまい。ありがとう。ゆったりとね、コーヒーでね。いいですね。久しぶりにファミレスのコーヒーの匂い嗅いだわ。寝ようか。今起きたとこやね。あ、そうだ。みんなたまにはどういうか。うん。でもいいね。いい選択肢です。うん。広々してんのはいいな。うん、確かに広いね。うん。そういう意味ではすごい、うん、いいわ。結構大人が多いからなんか落ち着いてる感じする。まあ、うん、ガストとかやっぱ学生がね、うん、結構いますから。隣との距離がちゃんとあるのは、うん、確かに。そういうことか。結構空間も含めてのそうだね、旅行なんだね。そうだね。次回はどこに行くんでしょうか。レッツゴー。なんかめっちゃいいシャインマスカットもらって、うん、食べたらね、うん、酸っぱかったって言ったら、もう嫁に何の果物も食われない。じゃあ次回は五右衛門で。五右衛門か。五右衛門行ったことない。でも行ってもない。あるあるある、いっぱいある。かよ、ないよ、なんか行ったことないチェーン店。チェーンは俺全部行ってんじゃないかな。ある、行ったことないチェーン。チェーン、一風堂。え、一風堂ないんだ、マジか。そうか、もう関西にないか、もしかして。一風堂ってないかもしれない。ジョリーパスタぐらいかな。あ、行ったことない。え、ジョリーパスタはない。これがカルボナーラ大盛りとピザ食ってゲロ吐いたやつ。知らん知らん。知るか。でおなじみのジョリーパスタ。カプリチョーザも行ったことないわ。カプリチョーザはでもまあそんなに店舗数多分ないし。そうなんだ、ね、店舗数で言えば。ああ、マジ全部行ったことあるわ、チェーン店。すごいな、ほんと羨ましいわ。あ、トラジだわ、行ったことない。マジでトラジないんだよな俺。あら、トラジいいですよ、ほんと。うん、めちゃくちゃちょうどいい、うん、トラジ。牛角よりも上。牛角よりも上。なるほどね。ジョジョ園よりは、まあ、下になってしまう。なるほど、ね、なるほど。いやでも全然そこね、うん、ちょうどいい、トラジは。チェーン探検隊。すするラボのチェーン研究所。すするラボ、チェーン研究所ラボ。出た。